どうもねずっちです。さあ、いきましょうか。マリオカート8デラックスランダムカスタム道ということで、早速前回の動画コメントを75件いただいてますので、この中からね、名前をお借りしましてランダムカスタム診断やっていこうと思います。ということで、今回使わせていただくのはポン35番よろしくお願いします。さあ、ということで今回名前をお借りしますのはイースS1 さんということで、ちょっと読み方合ってるか分かんないけど、ちょ、S1 カスタムでいきます。いきます。S1 さんは、レミーで、ヨッシーバイク。何回なんか多くない？なんか3回ぐらいやってない？気のせいかな？ワイルドホットピーチパラソルト。いうことで、もう走る前からかなりヤバそうな雰囲気がプンプン匂いますけど、やっていきましょうか。おーい、このカスタム大丈夫か？見たらわかる弱いやつやんと。ちょ、で、あれ待って。右の方にさ、同じカスタムいない？ちょ、これ初めて、ちょっと待って。この初戦のレース取るために今頑張ってるんですけど、3レースぐらい今ボツになってまして、この3レース下ってる間に同じカスタム使ってくれてる人いるわ。ちょ、どっちが本当のレミーか勝負つけようぜ。行きましょうか。今日ね、なんで冒頭にねずっちと挨拶したかと言いますと、今日ね、サウナ行ってきました。サウナ、今までサウナって暑いわ水風呂は寒いわ、なんであんなことするんだって、やってる人全体全員変態なんじゃないかって思ってたんだけどさ、今日初めて整うっていう感覚が分かったわ。めちゃくちゃ気持ちいいねサウナって。もうなんか3セットぐらいやってきて完璧に今整ってるんで、しっかりね、このレミーカスタム、この変態カスタムで上位取っていこうかなと思います。いやー、でもなかなかね、ランダムカスタム道でハングオンバイク乗ってたおかげで、かなり安定性は出てきたと思うんですけど、それでもね、一回ぐだっちゃったりしたらね、一気に順位落ちちゃうから、本当になかなかの集中力が必要なんですが、さ、あのレミーには絶対負けたくない。あのレミーには負けたくないな。さ、これコイン5枚だからちょっと下がって打開に切り替えますか。木野さんさ、いた、どっから来た？え？ひどくない？最下位に。最下位かなんか。いやー、これコインまた落としちゃったな。切らないっすね。これ使っちゃおうか。ワンチャン11位とかのサンダー怖いんで、使っちゃって、そろそろでもキラーも早く使わないと。ナイスサンダー。これあるな。これマジで集中する。本当にもうこれ以上、ボツ動画を増やしたくないと。いうことで、もう最近、危ねえバナナ。最近もうランダムカスタム道のせいか、レートがね、じわ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 減っていくんで、本当に。なんとしてでも、今回パートはレートをプラスにしておきたいと。いうことで、インついて、ここも、インつけないけど、オッケーオッケーオッケー。いや、これ、キラー使う？もう、やめろ、お前、マジで。道連れにすんな。いや、キラーここで使わされたか、使いたくなかったな、ぶっちゃけ。赤コーラ3つ持ってる。赤コーラ3つ持ってる、投げて早く。サンダーあるか、ワンチャン。ワンチャンあるか。いや、ここでもスターで、初等化していったら、上位まで入れるんじゃないか？紫解放からの、4位でいいです、もう。4位でいいです、4で。4でいい、4でいい、4でいい。おい、5位かいい、オッケーオッケー。まあ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 、5位でもう、勝ち。めちゃくちゃ目標が低いですけど。はい、フンさんの兄弟、勝ちました。フンさん、どうもだい。さあ、ハイラルサーキット。いやね、外で、ね、めちゃくちゃすごい雨降ってるわ。これレミーとフンさんとの悲しみをね、表すかのような大豪雨。つらい。このカスタムつらい。そしてフンさんのあの兄弟に負けてるということもつらい。いや、多分、1勝3敗ぐらいしてるわ。せめてさ、真似されてなかったら、いや、このカスタムが弱いんだねって、そういう言い訳ができるんですけど、フンさんの兄弟が自分より若干、本当に若干、7位、8位ぐらい取ってるせいで、お前もうちょっと頑張れるだろうっていう状況になってるのが余計辛い。そして、木野さん、赤さん、フンさんの兄弟潰すか。ライバルはしっかり潰していこう。しっかり初等化していきつつ、これ、打開できないからな、ハイラルは。そして前クラクション持ってると、やめてくださいマジで。赤さんボロン、これ譲ってくんねえかな。譲らないなら潰してやろう。譲らないなら潰してやろう。ホトドギス、いや、ファイヤー持ってる、ファイヤー持ってる、やめてやめてやめて。オッケー、めっちゃ潰れた。よし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 。さらにフンさんの兄弟潰して、
いや赤コーラタイミングいい。いやフンさんのクで行かないで、お前だけは、お前だけは俺の味方だろ。盛大な足の引っ張り合い、どっちが最下位を取るか、そういう戦いです。はい、スターかこれ。サンダーあるか、やめて本当に。どこいる、そこいんな。一個に取らして、それフンさんの兄弟。オッケー、えらい、いい子だいい子だ。サンダー振らないか。お父さん怖いからここで使っときますか。お父さんケア、花も振ってくれ。ここで使ったらちょっと早漏か、しかもダブル取られる、辛すぎる。ここサンダー頼む、サンダーしかない、サンダーしかないサンダーしかないんだ俺には。頼む、ショートカットリスクもできないんだ、ハングオンじゃリスクもできない。頼むぜ、頼む、マジで。封鎖の兄弟いる、待てよお前、何前言ってんだ勝手に。マジで低レベルの争い、お互い回しか取ってない。やるじゃねえか、もうやめましょうよ、レートがもったいない。いやマジでレートがどん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 吸われていく、やばいわ。まあ、最後エクサイドバイク、ここで、まあ、3レースで決めよう。いや最近ねコメントでね、3レースの方がいいですみたいなコメントがあって、どうなんだろうな、毎日走行とかだったら3レースの方が見やすいかなと思ったりもするけど、ランダムカスタムとかね、皆さんにコメントしてもらわないと始まらない関係上、まああのね2日に1回とかしか投稿できてないんで4レースにしてたんですけど、今日はもうちょっとレートがやばいんで、レートがもったいないんで、なんだかこの3レース目でいい順位取って綺麗にね終わろうかなと思います。いやエキサイトバイクなんとかなると思うんだけどな、この弱いカスタムでも。キノさんナイス、これある、3位キノさんマジ強い。サンダーどうせ来るよな、トゲが回避して、赤コーラなんかぐだってるぐだってる、危ねえマジで、マジ危ねえ、本当に本当助けて、サンダーだけは勘弁して、赤コーラ持ってる、譲るわ、譲る譲る譲る、サンダーだけマジ勘弁してほしい、それ以外ならかなり遅くない、悪い字のくせに、危ねえマジで。ちょっとかいっちゃ、ナイス、これ1位当たってないか、ワンチャン魚触れるかなと思ったけど、頼むこれ勝てる、お、赤コーラ持ってるわ。いや、来るか。いやー、これキープしたかった。でも2位でいい、マジで。マジで2位でいいんだ。本当に。高望みしません。高望みしないんで、これで勘弁してもらえませんか ?1 個1個1個。1個リリー、本当に。やめて。赤コーラだ。ブレーキ。投げて。早く。それ吸っちゃう。それ吸っちゃう。危ないよ。あとと怖い怖い怖い。やめて。本当に。本当やめて、ショート化してこれキープ、いやちょ2でよかったよかった、みんなやっと上位取れた、マジでボスレース、なんかもう7レースぐらいボスレースだったわ。はい、ということでレート200ぐらい減りましたけど、なんとか上位取って終わることができました。ということで次回パートもね、今回のパートのコメント欄から選ばせていただくので、よかったらコメント残していってください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。